ありがとうございます。じゃあ、始めさせていただきます。プロトコルを使って複数サービスをまたいたミュージックプレイヤーを実装した話をさせていただきます。まず最初に軽く自己紹介をさせてください。私は、熊本ひろきという名前、熊本ひろきです。Twitter とか GitHub ではそのクマブックというハンドルでやっています。で現在は、スピンコースターという会社で、音楽アプリを作っています。スピンコースターという会社は、基本的には音楽をメインにした、スタートアップで、音楽メディアとかあとイベント、ライブイベントの企画とかそういったこともしています。で、普段は、iOS もそうなんですが JavaScript とかあと Rails でサーバー書いたりとか、最近はちょっとラスト勉強してたりとか、そんな感じです。で、僕が今作ってるアプリは Typica というアプリで、コンセプトとしてはリアルな音楽シーンと出会うっていうコンセプトの音楽アプリを作ってます。で、iOS アプリとあと Web 版を作っていて、やってることは Web 上の音楽情報をクロールしてレコメンドするっていう、ざっくり言うとそんな感じのことです。音楽に対する関する記事とかをクロールしたりとか、あと Apple Music とか Spotify とかそういう音楽サービスをクロールして、で今、最近取り組んでたのが、独自のランキングシステムで毎日、トップ100、日本のランキングとグローバルランキングを作るみたいなことをやってました。で、iOS アプリの話なんですけど、ティピカの iOS アプリの特徴的なところとして、Apple Music であったりとか Spotify であったり、あと YouTube、SoundCloud、この4つのサービスに対応した音楽プレイヤーを搭載しています。で今日話す内容は、この話がメインです。このティピカのアプリを作るときに、切り出したライブラリーと、その時に得た知見についての話をしたいと思っています。で、ティピカのプレイヤーを見せるのが手っ取り早いかなと思って今動画を見せてるんですけど、なんか Spotify とか Apple Music みたいにプレイヤーの下にテーブルビューがあって、でプレイヤー自体は横フリックして切り替えられるんですけど、ここが下がちょっと変わっていて、Spotify になったりとか YouTube になったりとか、こういうのをシームレスに切り替えられるとっていう感じになってます。もともとこの記事とかは、このトラックとかはウェブページを解析して紹介されているトラックを持ってきているので、こういうのは混在してしまうので、それをまたいで再生するものが欲しかったということです。時間があったらこういう UI の話とかもしたいんですけど、あとはそうですね、こうやって、YouTube があって Spotify があっても、連続して再生できるという話です。で、とはいつでも、皆さん多分音楽の API について知りたいと思ってきてると思うので、全般的な話として iOS で音楽を再生するための方法をまずざっくりと紹介したいと思います。でその上で、それを複数またがって再生しようとすると、どういう課題が出てくるかという話をしたいと思います。で、作ったライブラリについて最後に説明したいと思います。でまず、iOS で音楽を再生する、方法として、今回僕はざっくり4つの方法を使っています。で最後に一応低レイヤーの API の話もちょっと書きましたが、楽器アプリとかあとゲームとかそういったものを作るときは低レイテーシーの API が必要なので、ここはオーディオであったりとかオーディオユニットであったりとかオープン AL みたいなものを使うことになると思います。ただ今回はいわゆる楽曲を再生するっていう目的なので、そういった低レイヤーの API は今回はスコープ外です。まず最初に AV ファウンデーションの AV プレイヤーについてなんですけど、これ前も、多分皆さんが一番使っているものだと思っていて、URL を指定して音声とか動画ファイルを再生することができます。動画の場合はビューのレイヤーにプレイヤーをセットすると映像が出ますと、この辺は一昨日ですかね、動画アプリを滑らかに動かす技術というすごいいいセッションがあって、そこでかなり詳しく説明されてたので、ここは紹介程度にしたいと思います。次が、メディアプレイヤーの MP ミュージックプレイヤーコントローラーなんですけど、
これが、いわゆる iTunes ライブラリーとか Apple Music の曲を再生するためのものです。で、今回僕は Apple Music の再生のためにこれを使ってます。で、主に2つあって、アプリケーションミュージックプレイヤーとシステムミュージックプレイヤーと2つあります。で、アプリケーションミュージックプレイヤーはアプリ内に閉じたプレイヤーで、アプリごとに状態を持っていて再生機を持っていてというものです。で、システムの方は名前の通り iOS のデフォルトのミュージックアプリを操作するためのものです。なので、連続再生とかサービス感を与えてするためには、上の方が用途として合っているということですね。で、 Apple Music を再生するためには結構いろんな手順を踏まなきゃいけないので、ちょっと紹介したいと思います。ざっくり言うと4つ、あるんですけど、ざっくり言うとユーザーの Apple Music のアカウントとアプリを接続するっていうのを最初にやって、で それで再生できるようになったので、どんな曲を再生するかっていうのを Apple Music API を使って検索して取得する必要があると思います。で、そこまで来たら、あとは MP Music プレイヤーコントローラーのセット Q で曲をセットしてプレイをすればいいだけです。で、上の2つは、もうまた結構な手順があるので、それも説明します。で、まず Apple Music アカウントの接続の手順なんですけど、まず最初にインフォ P リストに NS Apple Music Usage Description を追加します。で、ここに書いた文言がダイアログに、許可ダイアログのところに出るので、そういった分かるような、なんか文言を入れると。で、ストアキットの中の SK クラウドサービスコントローラーのオーサライゼーションのステータスで、現在 Apple Music を再生、接続されているかどうかをチェックしてから、リクエストすると。で、リクエストするとユーザーに対してダイアログが出るので、ユーザーが、OK と押したらそこでコールバックが飛んでくるんで、ただ、OK を押したとこしても再生できるかどうかまだわからないので、リクエストケイパビリティで本当に再生できるかチェックします。で、最後に、一応ストアフロントをリクエストストアフロントで、ストアフロントの値を取っておきます。これはこの後 Apple Music API を使うときに使います。で、Apple Music API なんですけど、これ去年ですかね、去年の夏頃から使えるようになって、 Apple Music の情報を取得するための Web API です。これは Web API なんで、サーバーでも利用可能です。僕は、どっちかというとメインはサーバーで使ってます。大体全ての API にストアフロントを指定しなきゃいけないので、端末から利用するときは端末のストアフロントを使うようにした方がいいと思います。で、具体的に何が変わるかっていうと、典型的にはアーティスト名が、カタカナになったり英語になったりとか、そういう言語設定が変わりますと。あとは、おそらく特定の国でしか配信してないものとかの制限とかも入ってくるんじゃないかなと思ってますが、あんまりまだ出会ったことはないです。で、Apple Music を使うためには、トークンが必要なんですけど、トークンは2種類あります。またこのトークンについてちょっと話します。最初にディベロッパートークンなんですけど、これはユーザーに紐づかないデータを取ることができて、例えば、曲とかプレイリストを検索できますと。で、トークン自体は JSON Web トークンになっていて、秘密鍵を使って暗号化してみたいな話なんですけど、最長6ヶ月有効なものを生成できるんで、作って6ヶ月後にまた再申請すればいいかなっていうようなスパンだと思ってます。で、ディベロッパートークンの生成の仕方なんですけど、これは流して聞いていただいていいと思うんですけど、 Apple デベロッパーのサイトに行って、アイデンティティミュージック ID を生成して、プライベートキーを生成して、で、それを使って JSON Web トークン作るんですけど、結構いろんな人が Python であったり Ruby であったり Node であったりで、JSON Web トークンのジェネレーターを作ってくれてるので、僕はその Python のやつを使いました。で、キー ID とチーム ID とプライベートキーを指定する。で、そのプライベートキーは、iOS で使うときは、端末に埋め込みでもいいかなと思うんですけど、一応 WWDC のセッションでは埋め込まないといけないので、6ヶ月なんで、いいかなと。
もしまあ自動的に更新したければ、まあ、サーバーの方で自動的に新しいデベロッパートークンを生成してくれるよう なんかサーバーを立てればいいんじゃないかなと思います。で次にユーザートークンなんですけど、ユーザートークンは文字通りユーザーデータでアクセスできます。例としては直近の再生履歴とかプレイリスト作成とか曲を追加とかできます。で実はなんか曲の追加とかプレイリスト作成とかはこの API 使わなくても昔からある MP メディアライブラリーとかの API 使ってもできます。ただまあ Apple Music API で、まあ、もう基本的には Apple Music でできることは全部できるみたいな触れ込みだったはずなので、まあ、こっちに対応した方がいいと思います。で、でユーザートークン、まあ、デベロッパートークンが必要ですというところで、まあ、基本的にはデベロッパートークンは絶対必要ですと。でプラスユーザーデータにアクセスしたければ、これは、リクエストユーザートークンというのを iOS の端末上で実行しなきゃいけないので、もしサーバーで、まあ、ユーザーデータにアクセスしたければ一回 iOS 上でユーザーに生成してもらってサーバーに投げるみたいな、まあ、そういうことをしなきゃいけないです。で最後に、Apple Music、まあ、これでトークン取れたら、Web API にアクセスするんですけど、 Web API なんで公式には Swift のクライアントとかはない、公式にはないです。ただ結構 Apple Music API の JSON って結構癖があって、結構自分で書こうとすると結構大変だと思います。実際に使う API が 1,2 個だったら別にいいんですけど、結構全体的にサポートしようと思ったら大変なので、まあ、僕が使おうと思ってるのはこのシダーというサイダーというのがわかんないですけど、このライブラリを使おうと思ってます。結構よくできてたの でここまでが Apple Music の話 で次が Web View の話になります。まあ、Web View はまあオーディオタグとかビデオタグとかあるので、まあ、再生できるのは当たり前なんですけど、ちょっとなんか昔から iOS 使ってる人だとなんか全画面になるんじゃないみたいなと思うと思うんですけど、ビデオタグにフレーズインラインっていうのを入れると、まあ、あと UI ビューにちょっと定義を入れてあげる必要があるんですけど、全画面にならなくなったりするので、あとサファリでももうフレーズインラインって入れたら全画面にならないので、まあ、ビューも、普通に動画再生の用途でアプリ内で、まあ、ネイティブっぽく頑張れば表示できます。まあ、普通は好んでウェブビューで動画を再生しようとは思わないと思うんですけど、どうしても逃れられない理由があって、それは YouTube で、YouTube は、規約的には公式の iFrame のエンベデッドプレイヤーでしか再生してはダメだと書いてあって、で、まあ、仕方ないので、まあ、ウェブビューで表示しなきゃいけないんですけど、一応公式で UI ウェブビューの中に YouTube の iFrame が入ってて、 JavaScript の API とかをちゃんと、Objective-C Swift の API でブリッジしたものが提供されています。なので、まあ、使い勝手的にはそんなに、面倒くさくないんですけど、またちょっとローリングとか違うかったりするんで、まあ、ちょっと、まあ、他の方法があればいいなと思ってます。で、まあ、実際はあるんですけど、まあ、ちょっと公の場で言うにはちょっとあれなので、ちょっとここは割愛します。最後は Spotify iOS SDK で、 Spotify も一応ずっとベータって言ってるんですけど、 iOS SDK を提供してくれてます。で文字通り Spotify の曲を再生できるんですけど、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、 Apple Music もそうなんですけど、プレミアムアカウントだったらサードパーティーのアプリでも再生できるんですけど、一般アカウントだと再生できなくて、まあ、視聴しかできないので、なんかこれで Spotify のよりもかっこいいクライアント作るぜって思っても、まあプレミアムアカウントじゃないと達成できないんで、まあ、そういうのはちょっと考えておいた方がいいです。で Spotify iOS SDK ちょっと使うのにちょっとめんどくさいところがあって、それも紹介したいと思います。で基本的には OAuth でログインして取得したアクセストークンを SPT オーディオストリームコントローラーっていうのをセットするんですけど、まあ、これは実質まあ、プレイヤー で、あとは Web API を使って URI とか取得して、まあ、プレイっていただくんですけど、やらしいのが、Spotify の OAuth 認証は、トークンリフレッシュサーバーを別で立てなきゃいけなくて、で、それを立てないというか、なんで必要かというと、
Spotify が払い出してくれるアクセストークンが1時間で失効してしまうので、まあ、試す分には別にいいんですけど、ちゃんとストアに出そうと思ったら、まあ、1時間で失効してたら、まあ、まともに使えないので、結局、別でサーバー立てる必要があります。で、まあ、iOS 開発者から してなんか OAuth の認証のリフレッシュのためだけにサーバー1個立てるの結構なんか抵抗があると思ってるので、まあ、一応なんか僕は2つの方法で実装したのでちょっと紹介したいと思います。一つは Rails で実装した例で、まあ、資料の方ではリンクになってるんで、まあ、コントローラーの実装が見れると思います。でもう一つは、まあ、最初 Rails で実装したんですけど、まあ、なんか月額いくらかかるんでちょっと嫌だなと思って AWS RAM だと API ゲートウェイでまあ実装し直したのも別のレポジトリにあります。なので、まあ、ちょっと API ゲートウェイの設定とかはちょっと iOS エンジニア的には面倒くさいかもしれないですけど、まあ、Spotify iOS HD で使ったアプリをまあ簡単に作れるようになってます。最後に4つに共通して必要なことをちょっと紹介したいと思います。まあ、バックグラウンド再生するためには、まあ、ケイパビリティでバックグラウンドモードでオーディオをなんたらかんだらにチェックして、あと AV オーディオセッションセットカテゴリーとかして、 AV オーディオセッションカテゴリープレイバックを設定してあげるとバックグラウンド再生できるようになります。これなんか意外と忘れがちで、まあ、なんかアプリ作るとき最初に1回しかやらないんで結構忘れがちなんですけど、まあ、ホームボタンを押したら再生が止まっちゃったりするんで、なんかそう止まっちゃうときはこれをチェックすればいいと思います。で、あとこの、ロック画面とかコントロールセンターとの連携も、まあ、それぞれのプレイヤーで必要になります。で、それぞれコントローラーからのイベントを受け取るやつとコントローラーのからのコントローラーへ表示を変更するというのは、まあ、それぞれ別の API になってて、それぞれ MP リモートコマンドセンターというのを使って、それはなんかプレイコマンドとかポーズコマンドとか、まあ、コマンドが定義されてて、それにクロージャーでハンドラーを渡したければ動きが定義できます。コントローラーへの表示は MP Now Playing Info センターの Now Playing Info の中にデータを突っ込めば、なんかサムネイルとかも突っ込んであげてれば表示を変えることができます。で、ここまでが iOS の音楽再生するための API の紹介 でそれらとプレイヤーライブラリを使ってそれをまたいで再生しようとした時に出てきた課題についてこれから説明しようと思います。で、まあ、今までの流れをまとめると僕が作ったアプリではサウンドクラウドと YouTube と Spotify と Apple Music 対応してるんですけど、まあ、それぞれ全部違うプレイヤーライブラリを使わなきゃいけなかったですと。なので、まあ、結局それぞれに対してなんかビューコントローラーとかと連携したりとかそういうコードを最初書いてたんですね。なんかでも2つぐらい書いた時点でもうなんかこれやってられないなと思ってちょっと設計をちゃんと考え直そうと思って、まあ、ライブラリ化に思い立ちました。でその理由としてはイベントの通知 API がバラバラっていうのがまず最初に挙げられて、大まかにステータス、プレイヤーのステータスの通知イベントと、あと現在何秒を再生してるかみたいな、そういうイベントが、API とかがバラバラで、まあ、例えばなんですけど、AV プレイヤーとかだと、まあ、ノーティフィケーションセンターで再生が終わったのを通知するのかな。あと、プレイヤーのステータスはキーバリオブザービングといった感じで、あと YouTube とか Spotify はデリゲートパターンで通知されてて、であと Apple Music のやつもノーティフィケーションセンターできたりしてて、まあなんか結構デリゲートだと一対一に通知できなかったりとか、まあ、そういうのがあったりとか、まあちょっと Swift とノーティフィケーションセンターはちょっと食い合わせが悪かったりみたいなのもあったりして、ちょっとストレスフルだったです。であと再生位置の通知イベントはなんかもっとひどくて、なんか Apple Music のなんかMP ミュージックプレイヤーコントローラーに関してはそもそもなんかそういうイベントがなくて、なんか自分でタイマーを貼ってなんか今何秒かみたいなのをなんかやんなきゃいけなかったような、まあ、結構調べたんですけどなさそうだったのでそういうふうに実装しましたっていうので、まあ、結構なんかだんだんコードが汚くなってきて困ったなと思っていて、あともう一個問題があったのが、まあ、状態管理が結構辛くて、まあ、再生は入った時というか、まあなんか前のプレイヤー止めてから次のプレイヤーちゃんと再生しなきゃいけない、まあ、当たり前なんですけど、で結構なんかタイミングによって前の再生状態が残ってたりとか、結構やっぱタイミング依存のことが多くて、
で結構なんかそのタイミングがプレイヤーによって結構癖があったりとかして、まあ、結構だんだんドツボにはまりってきてってたので、まあ、ちょっと設計をやり直そうと思ってました。で、まあ、ライブラリー化したんですけど、で、まあ、そのプレイヤーキットって、まあ、すごいかぶりそうな名前でライブラリー化したんですけど、まずはアプローチとしてはプレイヤーの API と状態遷移をちょっと一旦きれいに設計し直して、でプレイヤーそれぞれのプレイヤーをインテグレーションする部分は共通に実装すれば、まあ、割ときれいな実装になるんじゃないかなというのを考えてました。あと、まあ、プレイヤー UI も、まあ、なんかこれからいろんな音楽アプリ作りたいなと思って、まあ、できれば共通化しようと思ってそこもちょっと共通切り出してます。で、まあ、ざっくり言うと、ライブラリー使用者には、まあ1個 Q プレイヤーっていう API を公開してあげて、その中の泥臭い実装は見せないっていうような、そういう、まあ、アプローチですね。で、まあ、クラス図的には Q プレイヤーがあって、まあ、そいつはプレイリストと、Q プレイヤーオブザーバー、まあ、そのビューとかへの通知とかを司るクラスをそれぞれ持っていて、であとプレイヤーも持ってるんですけど、プレイヤー自体は一旦プロトコルで定義しておいて、でそこはまあ抽象的なプロトコルなので、 Q プレイヤーの実装はその中の登録さえそれぞれのサービス向けのプレイヤーには依存しないような実装にしました。で、まあ、プレイヤープロトコルをまあどう実装するかっていうのがまあポイントだったんですけど、そもそもそれぞれのプレイヤーって、まあ、複数のトラックを再生する機能を持ってたんですけど、ライブラリ化にあたってはそれぞれのプレイヤーは単一のトラックを再生するものとして定義し直しました。理由はコードをシンプルにしたかったということで、デメリットとしてそれぞれのプレイヤーが次の曲をプリロードするみたいな機能があるんですけど、それが使えなくなります。なので、まあ、なんか Spotify、YouTube、Spotify、Spotify ってなった時に Spotify2 個並んでたらちょっとプリロード効くんですけど、今回僕が作ったやつだとも効かなくなっちゃうので、その辺はちょっとデメリットといえばデメリットです。でプレイヤーの状態遷移なんですけど、これはそれぞれの API を見てこれであれば必要十分であろうというのを抜き出したという感じで、初期状態から再生要求が来て、で再生がローディングが終わったら再生状態に行って、で、ポーズの要求が来たらポーズに行ったりとか、再生が最後まで行ったらそれもまたポーズになるとか、そういったのをちゃんと、INAM で定義して、でそれぞれの状態遷移の矢印のところはプロトコルのメソッドとして定義してきました。で、一応、さっき状態管理が面倒くさかったっていう話をしたんですけど、その状態管理の面倒くささは結局どこに行ったのかというと、このクリアプレイヤーっていうのとプリペアプレイヤーっていう2つの、イベント監視の解放とかタイマーとかリソースの解放とか、プレイヤー自体はできるだけ使い回したいんで、新しくプレイヤー生成するんじゃなくて一回クリアしてまた準備し直して同じプレイヤーを使い回すみたいな実装になってます。でなんかちょっと実は今年の2月ぐらいになんか一周を空けてくれた人がいて、で iOS 11からどうやらなんか Apple Music のプレイヤーのイベント通知のなんかタイミングが変わっていて、曲の再生が終わってもなんかイベントが飛んでこなくなっていて、なんか曲の終了を感知できなくなっていて、なのでなんか Apple Music の曲が終わっても次の曲に行かないみたいな今バグ状態になっていて、ただ iOS 10 で試したらなんか飛んできてたんで、ちょっと悩ましいなと思いながらちょっとなんか大改案を今考えてますっていうので、ちょっとなんか頑張って定義してこれで大丈夫だと思ったんですけど、結局そのプロトコルを満たせない実装ライブラリがあるとそこで止まっちゃうので、なかなか難しいなと思っています。で、Q プレイヤーの実装はさっきも言ったように、プレイリストの中のトラックを見てそれぞれのプレイヤーにディスパッチしていくっていう、割とやってることはシンプルなので、そんなに、ここの実装自体はそんなに難しくなかったんですけど、そうですね、ちょっと一個面白っか、あそこでもそうでもないか、Q プレイヤーのまた状態遷移もまたと僕ここに書いたんですけど、ちょっと状態遷移の、ちょっと増えてる感じですね。次の曲に行くとか前の曲に行くとか、
あと曲が終わった時に球が空かどうかで、まあ、その遷移先が変わるとか、まあ、そういったところがあって、まあ、そのさっき最初にプレイヤープロトコルは単一のものしかやらないって言ったのは、これだけの遷移があってさらにそれをラップしてさらに球プレイヤー作ると辛いなっていうのは、なんかこれを書いてて実感したので、まあプリロードは捨ててよかったかなとは思ってます。で、一個面白い話があって、面白いというか、まあ、ちょっとやんなきゃいけなかった話があって、まあ、それはさっきは言ったんですけど、 Spotify とか Apple Music は、まあ、有料会員でないと外部アプリでは再生できないので、まあ、トラックの、まあ、データとしては一緒なんだけど、ユーザーの状態によってさらにプレイヤーを切り分けなきゃいけないので、それを、まあ、トラックの中の、まあ、トラック自体もプロトコルになってるんですけど、そのユーザーの状態によってプレイヤーのディスパッチ先を変えるように、ライブラリーじゃなくてアプリ側が実装するときに考慮できるような設計にしたと。まあ、これはなんか Apple Music とか Spotify とかを使うって想定してないと、まあ、そういう API にはならないので、まあ、そこはちょっと特徴的かなとは思ってます。まあ、実装としては大したことないんですけど、まあ、なんかユーザーの状態見て Spotify か AV プレイヤーか切り替えとか、まあ、そんな感じのことです。で、最後にちょっとプレイヤー UI の実装なんですけど、 Apple Music とか Spotify みたいにこう競り上がるプレイヤーでを実装したんですけど、これはなんか、おとついかな、ミュージックアプリのトランジションを再現するというセッションがあって、まあ、このセッションを聞いてると、まあ、この UI プレゼンテーションコントローラーっていうのを使えば割となんか楽に実装できるみたいな話だったんで、ただ僕はなんかこれを開発した時にはまだ UI プレゼンテーションコントローラーがなくて、で、まあなんかある程度作っちゃって、まだこのまま突き進もうかなと思って、なんか自前で全部実装してるので、まあ、これから作ろうっていう人はもしかしたらこの UI プレゼンテーションコントローラーとか使った方がいいのかなと思います。で、まあ一個これもなんか泥臭いことをしてるのでちょっと紹介しようと思ったんですけど、ミニプレイヤーのところに、まあ、これがまあ YouTube のアイフレーム、YouTube のウェブビューなんですけど、こう下からせり上がってきて、まあ、フルスクリーンになったらあのとこから一回リムーブフロムヤレントとかして一回ビュー引っこ抜いて、こっちのでっかいところにもう一回アートサブビューみたいなするみたいな、なんかすごい泥臭いことをしてて、まあ、やっぱり YouTube の、まあ、ウェブビューは結局画面は1個しかないので、そのミニプレイヤーとフルスクリーンのプレイヤー同時に表示することができないんで、まあ、1回ビューをこう引っこ抜いて足すみたいなことをしなきゃいけなくて、まあ、結構泥臭いことしたなと思ってます。で、最後にまとめなんですけど、iOS で音楽を再生する方法を紹介させていただきました。で、その上でそれらのプレイヤーを使って組み合わせて使うためのライブラリを作成しました。で、まあ、プロトコル、まあ、インターフェースと状態遷移を定義したおかげでプレイヤー同士を切り替える部分は共通化できました。ただまだちょっと Apple Music の再生でと止まってしまうので、まだまだ課題があるなと思っています。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは Q&A の、に入りたいと思います。ありがとうございました。2点質問あるんですけれども、Spotify SDK なんですが、使える状態にはあると思うんですけれども、リリース、プロダクトをリリースするためには何か許可が必要みたいな規約が書いてある企業なんですけど、その辺どうして対処されたのか。最近入ったんですけど、僕の時なんか問題なくいけたんですけど、もう最近使い始めようとしていて、うん、確かにそう。申請フォームとかがないんで。そうですね。Spotify ですか？ そうか、Spotify なんですね。サウンドクラウドはもうなんか新しい API 受付も終わらせて、あ、そうなん、結構なんか音楽 API 縮小傾向にあるんで、ちょっと悩ましいですよね。あともう一点が、ライブラリー作られたと思うんですけど、それで、そのサムネイルとか、はい、曲情報とかアーティスト名とか、その辺の要素とかも対応されてるんですか？全部プロトコルになってて、日置きだけど頑張ってアプリ側で、まあ、そこまで形じゃないですけど、なんか実装できるようになってます。ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。
ありがとうございました。一個一個のプレイヤーをリサーチして切り替えているというところなんですけども、大体曲間のギャップってどれぐらいの時間なんでしょうか。結構なんか AV プレイヤーとかだと、そもそもその曲がどれぐらい長さがあるかとかで最初のバッファリングとかあるんですけど、でもなんか普通のなんか3分とかの曲だったらそんな気にならない程度でしたね。そのプリロードのがない分のオーバーヘッドは。あんまりそこは意識しなくても大丈夫。そうですね、めちゃくちゃでかい動画とかだったらあれなんですけど、まあ、今回 の、 そのユースケース的にはそんなに問題にならなかったと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。ではいらっしゃらないようなので、またこの後の休憩時間に、1階のスポンサーブース付近でアスクザスピーカーを実施しますので、質問がある方はこちらに、ぜひご参加ください。それでは熊福さん、ありがとうございました。